皆さんこんにちは、えー、レクセンニ講師の厚田です、えー。それではこれ、えー、ここから二二、えー、級 FP 本試験、まあ二千二十二年の一月のですね、えー、配点予想と公表をしていきたいと思います。はい、まずあの試験を受験された皆様お疲れ様でした。 はいで、えー、こちらはですねあの回答が出てさらに問題も出てからという形の、えーまあ、収録になっておりますが、まあ、ただ、あの自分まだ問題見て2時間、3時間しか経ってない状況でのこちらになってますので、まあ、詳しい、えー、公表まではできないんですけれども、まあ、今、もう、えー、レックとしては、まあ、2級の特に実技試験については配点,予想配点がですね公表されていないというところがあるので、まあ、そこのところをですね、まああのー 経験に基づいてです、ね、まあ発表していきたいなというふうに思ってますので、まあ、そちらがメインで残った時間でですね、まあ、あの問題のまあ解き方とかそういうところとかですね視点とか、まあ、そういうものをお話ししていこうかなというふうに思います。 で先にですね、ちょっとすみません、えー、公表、まあ、公表じゃないな、配定予想ではあるんですが、ちょっと学科試験の回答だけ申し上げていこうかなと思うんで、えあの答えはもう出ていて、あの昨日の時点でもう、昨日ってごめんなさい、違うな、本試験の当日時点で、えー、答えは出ておりますが、えーまあ、今回は一応、えー、まあ 皆さん受けている方、学科を受けている方であれば手元に問題があると思うので、答えだけ申し上げていきますので、単純に60点満点の36点以上で合格というふうになってますので、確認いただければと思います。まあ、一度しか言わないので、では科目ごとに5問刻みで申し上げていくので、ライフ、リスク、金融、タックス、不動産相続の順番で申し上げていきます。 はい、では最初、学科の問1からいきます。ライフですが、問1が1、問2が2、問3が3、問4が2、問5が3、次、6から10ですが、問6が1、問7が3、問8が3、問9が4、問10が3、次、リスクの問11から問15ですが、問11が4、問12が2、問13が1、問14が1、問15が4、次、16から20ですが、

次、えー、問い31から40のタックスですが、31が1、32が2、33が3、34が2、35が4、36から40ですが、36が1、37が1、38が2、39が4、40が4。 次41から50の不動産ですが問い41が2、42が2、43が4、44が1、45が3、46から50ですが46が4、47が3、48が1、49が1、50が1です。最後の科目相続、51から60ですが五十一51が4。 52が453が154が255が156から60ですが56が257が358が259が360が2ということでちょっとこれですね、まあ、あのこれまあ雑談になってしまうんですがあのこれちょっと答えが1234ってあって、まあ、60もあるわけなので平均するとえー、っと15ですか。えー まあ15ずつ回答、まあ、答えが来るはずなんですがなぜか今回1が多くて。 3と4が14箇所ずつで合計すると60になるんですけどもあの通常は2と3がまあ多くなるようになって、まあ、今回2は16なんで一番多いんですけどもただ1も多いのであの自分なんかも1とか4って、まあ、1番だったら、まあ、多分おそらく問題って頭から解くと思うので、まあ、1番で答えがあれば優しくなるのかなという気がするんですが。 今回4が14か所なんですけど4がたくさん、まあ、例えば今の1が16あるところが4が16か所になると全部問題読まなくちゃいけないとかというふうになってくるんで、まあ、4が多いとき4の答えが多いときには難易度が上がるんですけども、まあ、今回1番が16という形で、まあ、3よりも多いわけなのでとなると難易度はちょっと優しくなるのかなという気はしまますたた、はい、ただだ別にこちららはは競争試験ででありませんの受受かったら受かっっっけ合格率上が上ていきます。 ですので、あの別に相手は気にする必要はないと思うので、まあ、日頃の学習がまあ、ちょっと後で内容についてはお話していきますが、ちょっと内容について異なるところもあるんですけども、もまあ、普通にやっていれば、あの合格できる問題ではなかったかなというふうには思います。はい、ではいよいよあのこちら2級の本題になってきまして、配点予想をしていきます。 で配点予想なんですが、あの日本 FP 協会の場合は1つしかない資産設計提案業務の配点で実技試験,に試験につきましては個人資産相談業務だけというふうに、えー、ちょっと絞らせていただきますが、まあ、これ、FP、レックの方がですね、えー、これ公表するもので、あとはあのホームページなどで、ですね、まあ、例えばこれ回答者のこれって入れていくと、ですね、配点が出るあの得点が出るようにもなってますから、ぜひまあ活用いただけたらなというふうに思うんですが、最初に FP 協会の方からいきます。 ちょっとすいません近在の方はちょっとお休みください。で FP 協会の場合はあの問題自体は40問あるんですがあの答えを書く欄はちょっと数えてはいないんですがおそらく60から70ぐらいの間だと思うんですよ。ということで非常に90分でまあ60から70の回答を埋めなければいけないので時間との勝負ということですし。 産休、まあ、との決定的な違いあるいは、えー、金材の問題との、まあ、金材も答え書くところはあるんですが産休、まあ、との決定的な違いは自分で答えを書かなければいけないところがある金額だったり、えー、言葉だったりとかそういうところがあるので、まあ、そこら辺が産休、まあ、との、えー、レベルが違うところですからではちょっとじゃあ上からいきたいと思います。 でこれはあくまでもレックの予想なんですがおそらくそんなずれることはないと思うので、まあ、ただあの、例えばでしょこれ今、これが私が配点予想していって59点だとしてもそれで落ちたというわけではありませんし61点だから62点だからといってももしかしたらそれがあの変わる可能性もあるのでちょっと前後23点はあのちょっとどちらに転ぶかわからないと、まあ、ただそんなにずれることはないと思うので。 あのまあ、ここは、えー、ある程度信頼性高いというふうに信じていただければというふうに思いますでは大、えー、問1からいきます大問1は2つだけ問題があって1と2がありますまず問1からいきますが問1がですねちょっとこの配点しかもう言いませんから答えは言いませんので、えー、各1点の計4点問1が各1点の計4点問2が2点です問2が2点ですから第1問が6点満点になります続いて第2問 これ金融になってるはずですが金融の第2問ですが問い3が2点え問い4が各1点の計2点各点点の計2点問い5が2点問い6が2点ですからもう一度全部2点配点ではありますが問い356が2点ずつ問い4が各1点の2箇所あっての2点で合計第2問が8点の配点になります。 次、第3問に移ります。これが確か不動産だったと思うんですが、ちょっと待ってくださいね。不動産にいいと思うんですが、第3問いきます。こちらが、問い7が2点。問い8は、ちょっとここだけ差を設けますが、3点。問い9が各1点の計4点。問い10が2点。もう一度、7、8、9、10申し上げますが、問い7が2点。問い8が3点。問い9が各1点の計4点。問い10が2点。 合計11点満点となります。ちょっとなぜ3点にしたかというのは後で申し上げます。次第四問のところ、これ確かおそらくライフだと思いますが、第四問ですが、問11が各1点の計3点、各1点の計3点、問12が2点、問13が各1点の計4点、問14が各1点の計4点、もう一度11、12、13、14ですが、 問い11が各1点の計3点、12が2点、13、14がいずれも各1点の計4点ずつとなっています。で合計すると、第4問の配点が13点満点になります。次、第5問、これがです、ね、多分タックスだと思うんですが、第5問、これすべて同じです。15、16、17、18が2点ずつです。 十五、十六、十七、十八が二点ずつで、合計八点満点になります。次、第六問のこれが相続だと思いますが、第六問が。十九が二点。問い二十が二点。問い二十一が各一点の計算点。え、各一点の計算点。問い二十二が各一点の計算点。もう一度、 確認しますと、問い十九と問い二十が二点ずつ、二十一と二十二はいずれも各一点の三箇所あるんで、三点満点、三点,点ずつという配点になります。で、合計すると、これ十点満点になります。うん でここからライフのまああのー、キャッシュフロー表とか係数早見表総合問題が2つ連続で続くところですが第7問です23、24、25ですが、えー、と23、24が2点ずつ23が2点24が2点で25が各1点の計4点各1点の計4点ということで8点満点になります。 次、第8問ですが、これ、係数早見表のところですが、すべて2点ずつということで、26が2点、27が2点、28が2点となります。次、第9問、これ、総合問題の一つ目ですが、29から34までですが、まず29が2点、30が2点、31が各1点の計4点、で32が2点、33が2点、34が2点。 ですから基本はあの2点ずつであの4つ入れるところ31だけが各一点の計4点ということでこれ合計すると第9問が14点の配点となります。続いて第10問最後の総合問題これで問題終わりですが35から40です。 で35、これが3点です、まああの。バランスシートのところですが、えーと、35が3点、36が2点、37が2点、38が2点、39が各1点の計4点、各1点の計4点、問四40も各1点の計3点、もう一度え、35がこれ3点、あと36、37、38が2点ずつ。 で39と40は各1点のあと問題文で4と3というふうになっていて合計すると16点ということでこれ合計すると100点になります。で あの丸×のところはもうこれ一点にせざるを得ないので丸×とか,あのなんか数値などを入れるところについてはもう一点にせざるを得ないのであんまりですねずれることはないと思うのでまあここ悩みどころとしてはバランスシートの純資産価格とかあと不動産のところの新しいですねあの修繕積立的の金額の多分計算だったと思うんですがあれがちょっとね面倒くさいかなというふうに思ったのでそこだけ配点を高くしてそれ以外はあの4四択一とかだったらまあこれは2点だろうな答えがあるのであの分からなくても 絞り込みかけけていけば半分例えば4つのうちに2つに絞り込みかけていけばと確率で当たるような話もあるので2点というふうにして言いますのであの自分で答えを書くようなところでちょっと時間のかかるようなところに配点を高くしているということでそんなに大きな、えー、まあズレはないと思うので、まあ、これでもし65点以上取れている方はもう確実に合格だと思うので、まあ、あの次に進むかどうかいろいろ考えていただければというふうに思います。 では、ちょっと配点は一旦これで終わりなので、次がですね、えー、金財のですね、えー、個人資産相談業務の配点に移りたいと思います。で、今回はそんなに難しいところではなかったので、多分ずれはないと思います。えー、ということで、えー、申し上げていきますが、えー金,えー、金財の場合はこの場合、リスクがないので、えー、ライフ金融不動産タ、えーしし、タックス不動産相続の順番になります。 では第一問からいきます。これすべて、えー、大問は10点満点と決まってますので、第一問の問い一から見ていくと、問い一が各1点の計3点、各1点の計3点、問い二各1点の計3点、各1点の計3点、問い三、えー、各1点の計4点、各1点の計4点。つまり一つの選択肢全部1点ずつです。で10点満点になります。まあ多分これ間違えることはないと思います。あの配点が間違えることはないと思います。 次第2問です第2問ですが、問い4がですね最近これ多いのが、これがです、ね、各2点の計4点、各2点の計4点、で問い5が各1点の計3点、問い6が各1点の計3点ということで、まあ、ちょっとここが微妙なところとしては、1点はこれもう2点にもできないし、0.5点にはできないので、1点でいいと思いますが、各2点,2点のところは、もしかしたら1点と3点という可能性はないわけではないんですが、 まあ、2級試験は競争試験ではないというふうに考える,考えるのであればおそらく2点ずつじゃないかなとこれがもし競争試験であれば例えば前半の方が皆さんできていればそっちを3点にするとかで後ろの出来が悪い方1点するとかという可能性はあるんですがあの2級試験はあの合格率がまちまちなわけなので競争試験でもこれはないのであの単純に配点通り点数がこの場合だと30点以上取れれば合格30点未満は不合格というふうにしていると思うので2点ずつで間違いはない と思います <laughs> 次第3問に行きます第3問ですがこれ問7問8問9これはタックスですが、えー、まず問7が各1点の計3点各点点の計算点問8、えー、各2点の計4点これが各2点の計4点で、えー、問9が各1点の計3点、えー、と7と9が1点ずつで問8だけが2点ずつということで合計すると10点になります。 次第4問に移ります、第4問ですが、えー、問10から問12ですが、問10が各2点の計4点、各2点の計4点、11が各1点の計3点、12も各1点の計3点ということで、問10が各2点、で11、12は1点ずつというふうな配点となります。で、最後に相続なんですが、13から15ありますが、13が、十三が2点。 13の一が2点13の一が,が2点の二と三が1点ずつですちょっともう一度13ですがちょっと自分もえと問題を見ながらの方がいいと思うので <coughs>、はい、13がですねあの計算していくんですよだから計算していくから2点とで2と3はこれはですね年齢とか金額をただ入れるだけなので二と三を1点ずつとしました。 そして問い14が各1点の計3点15も同じく各1点の計3点ということでこれも10点満点ということであの2点というところが何箇所か出てきてはいるんですけども大きな間違いはないと思うのでただこれも場合によってはあの点数は非公表になってますからもしかしたら2点のところをです、ね、あの2点ずつのところ3点1点とかいう傾斜配点の可能性もまあないとは言えないんですけどおそらくそんなことはないと思うので。 えーまあ、ただ30点にあっても、えーまあ、不合格の可能性もありますし29点でも合格の可能性もありますからちょっと2点前,前後2点ぐらいはちょっとどちらに転ぶかわからないというふうに考えてもらった方がいいのかなというふうに思います、はい、では残り30分弱ですけども、まあ、簡単な問題の公表に入っていきたいと思いますでは学科試験から見ていきます <laughs> で冒頭でも申し上げたように学科試験は1番が16か所だったのでもしかしたら1番でもし正解だなと思えばそれで終わってしまうかもしれないのでレベルとしてはもしかしたら簡単だったかもしれませんがただ傾向は違ってます異なってますのでその傾向の違いをですね、見ていこうかなと思います。 でまず、ライフは問い問題1から問題10までですが、まあ問題1のこれは行災の関連法規の行債問題はこれ毎回出ているようなところなので、別にこれは多分これすぐわかるんですけども、<laughs> えとこれはですね、えー、と1番ですよねこれ、1番が、えー、多分間違っていると思いますが、そうですよね。あのー 登録ないのに、えー、投資のタイミングを具体的に示すという話なのでこれはまあ、えー、アウトなので個別具体的な話はアウトそれ以外は一般的なとか、えー、とあとは2貢献注認者とこれ誰でもできますしとかそういう話なので特に問題ありませんがまあ一番これ正解を選んでいただければと思いますで次が問題にがあまり出てくる形ではないんですが 個人情報保護法が出ているので、まあ、これはあの別に次連続出るような問題ではありませんから、まあこれは解けたらそれでいいんじゃないかな、できなくても気にする必要はないと思います。で、その後問題3からが、まあ、公的医療、問題4が雇用保険、問題5が遺族給付、えー、と問題6が中待協とか小規模企業共済とか国民年金基金というふうになってますので。 ここら辺はまあ典型的な問題だと思うので、ここら辺はえまあ取れるようにしてもらって、ですね。あと問題なのが住宅ローンの話で、えー、これについては、あの、元金均等、元理均等のところで、選択肢を半分に減らす、あとは、え、まあ、 ででできるできるないいいところでやっていけばいいので、まあ、半分には、えー、答えは絞り込みできると思うんで、まあ、そういうふうにやっていけばいいと思いますしあと問題8については、まあ、これ試験の前にも考えた、まあ、私予想しているところがあったんですけども やっぱり今コロナ禍ととといいうことで学生も非常に厳しいとなので親の収入も減っている可能性があるから、まあ、こういうような奨学金とか教育ーンの話は相談として起こり得るだろうと,ということで出るんじゃないかなというふうに、まあ、予想はしてましたがやっぱり出ているので、まあ、そうだということなんですけども特にここの場合だとですね あの学生支援機構の場合は無利息と有利息のところを間違えなければ何とかいけると思いますし。あとは政策金融公庫の話ですね。この2つにもなってくるんで、まあ妥当な問題ではないかなというふうに思います。また問題9がですね。中小法人の資金計画ということでですね。まあこれについてはですね。 まあ会計のことを知っていれば解けるんじゃないかなというふうに思いますけれども、まあ、ただ、これちょっと少しふ、まあ、普段のところとはイレギュラーな形でもあるので、えー、まあ解けない人もいるかもしれませんけども、まあ、こういう問題、よく出てくるので会計の処方的なところは学んでいただけるといいと思います。 でまあ、ちょっと今回、問題10はですねクレジットカードの結構細かいところを聞いてきたなというところがあってですねあの一番にあるようなあのカード自体は貸与されているものですよということでこれは問題ないんですけども、まあ、ここのところはあとはまあ IC チップとかまあ近年のところに。 当て込んだ問題だったりとかですね、まあ、分割払いはこれはまあいいと思うんですけども、まあ、これ分割払い2回までは手数料無料で3回目以降は手数料かかるとかそういう話じゃないのでいいと思うんですけども、なのでちょっとここは細かいなと、ただこれが連続で出るわけではないので、えー、いいと思うんですが、ただ今後は。 あのバーコード決済とかそういうものも出てきているので何て言うんですか即時あの要は後払い前払い即時とかそういうところの視点でやっとくのもいいかと思うんですが、まあ、別に無理して学習する話ではないと思うので、まあ、日々の生活の中で使っていけばその内容を分かっていただけると思うので、まあ、別に特に対策する必要はないというふうに考えます。 で問題11から、えー、問題20のリスクなんですが、まあ、最近はやはり少額短期というのがクローズアップされているので、まあ、いろいろトラブルもありますから、まあ、ですから問題11のところ少額短期は自分の予想とかでは少額、まあ、短期最近多いから、まあ、確認してくださいねというふうふに言ってましたがやっぱり今回も出ているというところですしあとまあ問題12の生命保険の一般的な商品性はまあいつも出ているところなのでこれは解けなければいけませんし13の個人年金のところも年金がですねちょっっとやっぱり心もとないところが あるので、まあ、自分で備えていきましょうという話もあるので、まあ、ここらへんも出るのも、まあ、あの当然だと思うので、できるようにしてくださいと。あとはですね、えー、保険料控除の話とかですね、まあ、あるんで、まあ、これは大丈夫だと思いますしただ、やっぱりまあ最近は細かいなと、ちょっと2級でもレベルが高くなっているのは、問題15のところの。 まあ法人のですね、えー、保険料の経理処理ということで、あのー、解約返礼率のところで、ピークのところの、えー、パーセンテージに応じて、ですね損金処理の割合が変わっているので、まあ、そこ、今回3番のところなんですが、ちょっとここまで、まあ、対策していかないといけないのかなと正直思うんですが、ただ、もしそこのところ、自分は保険商品について一切わからないということであれば、別にこれ、解けなくたって、他で解け,ばいい解ければいいと思うので、無理して踏み込まなくてもいいと思うので、まあ、自分はそこのところ、ちょっと、まあ、自分は大丈夫だよという人 はや、やれればいいんじゃないかなというレベルの話です。はい。そうですね。はい、えー、ということになります。はい、ではあと16からが損害保険のところで、まあ、えー、今回は任意加入のまず、自動車保険と傷害保険のまあ、よく出るえ、障害保険のパターンの5番、まあ、ここは典型的な話なので、まあ、正解取っていただきたいと思いますし。しまあ、18のところもですね。 えと例えばこれ、もすぐもう見た瞬間に答え見つかったんですが18は誤っているもので今、地震保険料控除って火災保険は入っていませんから、まあ、これは今見てあれと思ってすぐ思ったんですが、まあ、3番が間違っているので、まあ、そういう,ような形でそんな難しい問題ではないんじゃないかなと思いますあとはですねちょっとすみません19、20は割愛させていただきまして次21から30の金融に入っていきます。 で今、ですねこの21のところの預金の一般的な商品性というのが出ることも多いので、まあ、一般的な商品性のところはこちらしっかり対策をしていただきたいところとなります。あとですね23番の利回りの話ですかねでこれは計算ができれば答えが半分に絞り込みできますので。 まずは所有期間利回りを求めることですかね、まあ、そのためには計算式必ずこれを覚えていただきたいので、まあ、最近あの利回りの真、まあ、正面からの利回りの問題は出てこなくなりましたが今回みたいな形でまず利回りを出させてその上でえまあえ利回りが高いか低いかという判断をさせるという形でちょっと踏み込んではいますけれども決して難しい問題ではないのでこれは正解取れるようになってくださいと。 あと25番のニーサは、えー、まだまだこれでも、まあニーサと本当によく出ているところで、まあ、ずっと連続出ているところなのでこちらについては確認をしていただきたいなというふうに思いますし26番の株式も信用取引ということでですね、まあ、出ましたが、まあ、これから、あのー、証券取引はが再編されるということもあってですねただあの再編されたところが出るかというと、まあ、出てもおかしくはないんですけどもただそれを問題出すよりも、まあ、ただ株式のところで視点で出すこと あると思うんで、えー、株式のところのですね内容についてはしっかり対策していただく必要はあるかと思います。<laughs> はいで、29番でもまたニーサが出てますからね、えー、今回の場合だとですね。えー、っと。 25番も NISA ですし29も NISA となってますので、まあ、2つ出て、まあ、ちょっと配当機の話ではありますけども、えー、まあ一部 NISA が出てるということもあるんで NISA は確認すべきかなと思います。はい、えー、ではですねあとはじゃあ31から40のタックスになりますけれども。 31はよくて、32番もまあ良いでしょうと、ちょっと細かいかなというところあります。で、3三が損益通算の話が出てますが、あのタックスでは必ず学科試験では損益通算が出ることはもう決まってますから、あの損益通算、もしかしたらあの計算も出る可能性もあるかもしれませんけども、損益通算はしっかりできるようにしておいていただきたいと思います。はい、であとはですね 35、これが住宅ロン控除なんですが、やっぱりあの改正論点来たなというところがあって、ですね例えば1番のところがですねあの住宅ロンの面積、今までは50平米以上というところがありましたが、これ30平米というふうにしてますが、40平米以上というところにもなっておりますから、そこのところ、をちゃんと分かってますか、あとは所得制限のところも変わっていますので、3番見ていただくと、ですね2500万、合計所得2500万とありますが、二千五百万という所得制限が ないと思うんですよ自分の記憶の中では多分ないと思うんで1,0002,0003,000とかという話なので、まあ、こちらも3番は違うということになってあとは2番のところも3分の1以上とありますこれ2分の1以上なのでそうすると123がもう間違ってるから、まあ、分かんなくても4番自動的に正しいというふうに持っていくのがいいと思うんでこれもその要件をしっかり理解しておれば取れる問題ではないかなと思います。 はい、えー、では37番からが、えー、まあ法人がです1、2、2つ、えー、法人が2つとあと消費税と決算書ということであの消費税はこれやっぱり毎回出ますからしっかりえ最低限内容については理解いただきたいと思いますしはい、えー、ですね。 でえーとですね、40番の決算書で、ライフのところでも決算書に関する問題が出てましたが、多分こちらのほうがさらに優しいんじゃないかなと思いますが、あの例えば損益計算書の利益の話で、えー、今回の場合これ売上総、うとこれは経常利益じゃないな、えー、営業利益ですよ、営業利益が4番が、えー、正しければ営業利益なので、これは間違ってますんで、まあ、4番が間違ってますという話なので、の PL の利益というのが、売上総利益から営業利益、経常利益、えー経,えー、経常利益税引き前、当期純利益というふうな なれていくので、まそこの利益のところも覚えておくといいんじゃないかなというふうに思います。はい、で41番から50の不動産ですが、まあ、40じゃ当期のことはこれはま最低限知っておいてくださいねと。あとはですね。 43番についてがまあ民法改正のところ一部ですね入ってきたところにもなってますんでえ特にまあ3番ですが43の3番についてはあのこちらについては誰が責任を負うのかということでまあ例えばえ今日建物完成しましたで明日引き渡しでしたが今日まあこのあと例えば。 が来ました竜巻が来て、です竜巻が来てそれ建物が壊れちゃいました、じゃあ誰がお金払うんですかというと、以前は飼い主がお金を払わなければいけないとなってましたこれが、えー、反対になりましたので、この場合でも売り主が負担するというふうになったので、まあ、そこら辺の論点が出ていますので、まあ、それを知っておれば、えー、43番はこれ間違っていますというふうに選べると思うので、やはり改正論点はしっかりやっておかなければいけないということになりますし、 44番が借地借家法ということで、まあ、借地借家法については必ず1問は出まして今回は2、えー、と1つしか出ないで2問出る可能性もありますのでまあそうすればラッキーなんですが今回は区分所有が1問も出なかったのでまあそういう意味でいうとちょっと得点源となる問題が少なかったのが今回の不動産かなという気はします。 あとはまあ45番都市計画法については市街化区域とか市街化調整区域の定義はちゃんと覚えてくださいねということがあるのでまあそういうところはしっかり覚えるところは覚えていただければという,ふうに思いますあと最近はあの46番すべてではないですが日陰規制の話とかそういうところに絶対高さ制限とかこういうものがよく出ているのでこちらもしっかりやっておく必要はあります、はいはい、では次なんですが あとはまあ49番にある不動産の場合はこの特,別あの特例のところがよく出るので3000万特別公費軽減出るとかそこの内容についてもえ理解はしておいてください。 では51番から60の相続なんですが、まあ、今回見ていてちょっと贈与が多いなと51、53、54が贈与絡みだったので多いなというふうに思いましたので贈与、まあ、についてはそれほどページ数多いわけじゃありませんからしっかり対策しておけばなんとかなるんじゃないかなと思いますし、まあ、52番は親族の話が出てますので、まあ、親族の話はよく出てくる話でもあるのでしっかりこれできるようにしておいてください。たたただだ番ここれれ久しぶりだなと思うのが、えー、これ見たらですぐ分かった んですけど4番が間違っているんですけどもあの今は着出も非着出もです、ね、法定相続も同じですからこれ昔の規定ではありませんから52番すぐ4番がわかるんですけどもそういうふうになってますのでこれも今の内容が分かっていれば間違っている正しいことが分かっていればこれ違うから間違っているという判断ができると思うんでそういうふうにやってください。 あととちょっと贈与はやめますで55以降がですね民法上とかの話でやっぱり56見ていただくと今すごく出てくるのが、えー、特に実質証書遺言については財産目録をパソコンで使うことパソコンで作ることができるとか、えー、遺言書の保管制度というのが4番にありますがこの話は非常によく出てくるので、まあ、今回それ以外のところは、まあ、組み込まれてはいますけれども。 特に2番、財産目録はすべてのページに署名と押印が必要ですと。では、例えばすべてのページ、ちょっと今、たまたこういうのがありますが、ここのページ、まあ、ちょっと字はなんとなく見えると思うんですが、この場合だとどっかにまあ署名、押印をするんですが、もしこれ表裏あったら、表裏にあったら、それ1ページじゃなくて、表と裏、両面に署名、押印をそれぞれしなければいけないということもあるので、まあ、そういう問題も出るかもしれませんので、えー、頭に入れていただければと思います。はいえー、で、あとはですね。 うーんと58はこれはもうはっきり言って簡単な問題じゃないかなというふうに思うんですがあの株式の場合上場株式の場合はなくなった日 あとその月の平均、もう1ヶ月前、もう1ヶ月前となるんで、10月なくなってますから、8月までしかない、この中で一番低いものを取ればいいので、とは言ってもですね、この場合取れるのは、8月ですか、この場合、いや違うな、えっと、これは上場株式ですよね、なので、11日なくなってますから、2510と2530。 はい、そうするとこれ2450取れますよね2450取れるんでやっぱ8月です8月の値段あの金額取れるので、まあ、この中で最も低いものとなりますで間違っても、まあ、これ10月8日の分は取れませんこれ何も月曜日については祝日とかの記載がないのでもし11月あごめんなさい10月11日が祝日であれば、えー、まあ 後ろか前かという話には出てきますが、今回の場合、何も祝日という記載はないので、まあ、この場合、11月、まあ、終値がある以上、祝日ではありませんから、まあ11、11日の分と10月の平均、9月平均、8月平均、この中で最も低いものとなると、まあ、あ2430ではなくて2450円となるので、2番を選んでくださいということになります。はい、であとは、60についてが小規模宅地シの話で、まあ、これは別にですね、 こに難しいものではないと思うんで今は居住予託地については330が上限になってますから結局その330を分かっていればすぐに2番が選べるということになるので。あの 1>, 1番が事、えー、業用宅地の話、3番が昔の居住用宅地の話、4番がこれは貸付用宅地の話なので、まあ、そこだけの話なので、決してこれも難しいと、まあ、あの聞き方は目新しいかもしれませんが、内容は非常に平易な内容であるということが言えるかと思います。はい、ではこれでで学科の、まあ、簡単ではありりますが公表を終わりとさせていただき次 FP 協会の実技試験を、まあ、5分ちょっととかで簡単に公表していきたいと思いますがあの FP 協会の問題は本当に問題数多いので、まあ、ちょっと数えてみますが多分70ぐらい60から70ぐらいあると思うんでじゃあいかに答えていくのかという話なんですけどもこれは FP 試験の、まあ、学科以外の試験には共通するところなんですけどもあのこれ、まあ、自分なんかがいつもそうですけども、まあ、問題解く時は必ず一旦始めと言われてもすぐさ頭から解くんじゃなくて全体をまず見渡します。あのまあ、今回第一問がずっと見ていてあなんか、まあ、FP 教科の場合って傾向が同じなのであいつも通りの傾向,傾向の問題が出ているなあれちょっとここの、うん、傾向例えば問い鉢は見たことがないなとかそういうような形で当たりをつけていってその中で解ける 問題から一つ一つ解いていてくで余った時間で新しい出題の内容を解いていくとか、あと金融の問題を解くとか、そういう風にやっていけば、おのずと60点以上必ずなりますから、そういう風にやっていただいて、あと、まあ、問題数、もこれ、自分が今手元に持っているのは白紙のところもあるんで、一概に正しいとは言えませんが、ページ数的にはですね、まあ、今自分が持っているものだと、35 40ペ,ージいや39ページあるんですよ、まあ、途中白紙のページもあるんですべ、まあ、てのページとは言えませんが、まあ、35ページ以上の問題があってそれを90分で解くので非常にです、ね、ボリュームがあると。 いうことなのでこれ近在の,あの実技試験と比べたらもうそれはもう一目瞭然ですからそうなると全ての資料に目を通すんじゃなくて聞か,聞かれているところだけに対してそこの資料を読み取るという力が要求されてくると思うんでそういうふうにやっていけば決して FP 協会の問題は難しくありませんので例えばなんですけども あの金融に行きますというような問題を見ていただくと、まあ、この計算問題についてはもうこれはあの3級でも覚えておけばすぐ解けるようなところなので配当利回りの計算式とか PER の計算式分かっていれば、えー、これは一つ一つ答え書くんで1点ずつもらえますから、えー、こういうところはしっかり計算していけばいいと思いますしちょっと金融はこれでやめましてで不動産の第3問ですが、えー、これについても。 こちらは今回、防火規制が防火地域の対価なので、これは普通に憲兵率が緩和されるという話なので10、10%緩和ですかね。で、要請率はそのままやっていけるただ道路が4メートルしかなくて、これは住居,地域住居ですから4、4×10 分の4だし、160%。 溶石率は、えー、10分の16になりますからそれで計算していけばいいというふうになるので、まあ、そういうところが分かっていればすぐ解けるんじゃないかなというふうに思います。 でちょっと自分が問題見てて、うん、ちょっとね時間変わりそうだなと思った問い8これや多分やればねポイント掴つかめばすぐできちゃうかもしれませんが、まあ、自分見てもあれなんか初めて見たなと思っていたので,でその、まあ、このページ1ページあるんですよあの問題が1ページあって答えも自分で書かなければいけないということから3点に拝点したと他のところに比べるとちょっと難易度が高いかなと思ったので3点にしておりますでここについては結局はですねあの何を使うのかというのが資料2番の算出式のところにあるんで この場合だとですね、X と B ですか、まあ、X が専用床面積なので、それを使うので6000平米、それに単価をかけていく、あとは今回、駐車場が3段のビット ピットが2段になっているそこの6040持ってきてあとはですね床面積を割って今回は5105室が75平米だそれかけていけば答え出るんですけども多分これ自分で答え書か,かなければいけないので結構不安になるんじゃないかなと、まあ、そういうこともあって3点の配点にしたという流れになります多分連続出るような問題ではないです、はいえー、ではですねあとは 例えば、問い十のような問題については、えー、まあ、特例の問題はよく出てくるので、えー、まあ、税率。まあ、今回の場合は所得だけでいいんですけども、まあ、あの、税金も出せるようにはしておいていただきたいなというふうに思います。次、第四問のリスクなんですが、これ必ず出るのが保険証券の読み取りで、まあ、問い十一。今回、配点は一点という形になりましたが、あの、これ、毎回出てるんで、間違ってる方はですね、あのー、しっかり気をつけていただきたいんですが。 あの今回、保険証券の1のところに、えー、必ずまあ出てくるのが、えー、とご契約内容の番目、えー、3番目に三大疾病保障定期保険、えー、特約保険金額ってあって、まあ、三大疾病になったらなくならなくても500万払いますよとあって、まあ、これ払,払われたら終わりなんですが、これって普通の死亡保険なんですよ。死亡保険にオプションがついて、生前でもらえますという話なので、で今回の場合、特に今度は優木さんという方が交通事故で死亡したとした場合の保険金と これ必ずこの500万入れなければいけないのであの教会の保険証券の読み取りではこの三大疾病必ず絡んでくるんで交通事故で亡くなろうががん、まあ、とか急性心筋梗塞脳卒中になってもらえるものなのでそこをちょっと間違えないようにしていただきたいと思います。はい、で問12番についてはこれ雑所得の金額ですが ポイントとなるのは、ここでは年金のところですが、遺族厚生年金とあります。遺族厚生年金はこれ全額非課税です。ですから、老齢基礎年金と個人年金のところだけで、まあ、求めていけばいいので、あの遺族厚生年金を下の表に当てはめていったら、これ、間違いなので、そこだけ気をつけてください。非課税は、あとは障害年金、あ遺族年金、障害年金は非課税、老齢年金は雑所得となっています。これ、整理はして、しっかりしておいてください。 はいえー、で次はです、ね、ちょっとあとはまあライフは飛ばさせていただこうかなちょっと証券の読み取りが多いんですがちょっとごめんなさい飛ばさせていただきます。 次、えー、第5問のタックスなんですが、まあ、退職所得の計算、答えが出ているので、必ずこれ、まあ、2分の1かけるのを忘れないでくださいよ。と問い16については、これ、損益通算の話ですので、えーまあ、今回の場合は不動産のところがですね、えー、土地の負債利子があるので、ここのところは、えー、損益通算から除外されるというのが分かれば、不動産所得は110万の分が損益通算できるので、まあ、2番と4番のいずれかどっちか、いずれかになりますので、それで、ねまあ、求めていただければと思います。 あとはまあ暗,号暗号資産が出てきたなということで FX が以前はよく出てましたが、まあ、これからこういう暗号資産なのかなというところもあるのでそこもまあ対象はしていただく必要があるかもしれませんで不動産についてはこちらについては、まあ、内容的には難しく、まあ、この問題とかは難しくないと思うので、えー、ごめんなさい第6問は相続ですごめんなさいこれは相続なんです決して難しい問題ではありませんから普通にやっていただければ解けると思います また第7問のキャッシュフロー表についてはこの金額を書かなければいけない問題が必ず出てくるのでえまあ変動率をうまく上数していくというところだったりあの金融資産の残高は前年の残高に1%かけたもの運用したプラスしたものプラス年間収支なのでまあ決してこれ難しくないと思うんであとは波数調整のところも読み 落としがなけれれば正解,正解取れると思いますしで今回はクレジットカードの話がこちらでも出ているので、まあ、クレジットカードの話については最低限のところで構いませんからここは対応しておいてください。で第8問のケース早見表についてはこれについてはあの毎回必ずこの問題出ますのであのこれ2点必ず2点なので6点はしっかり取っていただきたいなというふうに思います。 はい、であとはですね、あとはですね、ちょっと最初の総合問題を飛ばして、第10問のところの問題の問い35のところで、これ、バランスシートの純資産価格を求めるところがありますが。 これ2級の場合必ずこれ自分で書かせまして、まあ、最低でも2点多ければ3点ちょっと4点はちょっとないと思うんですが3点ということになってくるんで、まあ、しっかり今回これは稼げ稼げですね稼げ2人分のまあ自家評価した分を入れていくので、まあ、決してこれあの落とさないようにしていただきたいなというふうに思います。 あと、久しぶりに減税徴収用の読み取りが出ていますが、これ、決して難しい問題じゃありませんので、所得税額なので、今回の場合は、給与所得の金額求まれば、そこから、税と書いてあるすぐ下245万ってあるんで、そこを引いた後税率かけるだけですが、決して難しい問題ではありませんから、これも正解取っていただきたいなというふうに思います。ということで、ちょっとすみません、FP 協会の簡単な公表はこれで終わりとさせていただきます。 では最後に金材、えー、のです、ね、個人資産相談業務の簡単な公表をしたいと思います。 でこちらのですね金材の場合は問題数が非常に少ないでも同じ時間90分でやっていくので1問ずつの配点が非常に高いというところがありますので、まあ、そこのところは注意をしていただきたいとただ第1問のライフについては年金の問題が出ることはもうこれ毎回のような形なので、まあ、ここのところはですね特に、えー、問3については計算式も下に用意してくれていますからぜひ、まあ、ともですね 答えは出せるようにしておいていただきたいなと思うので、まあ、最低限、まあ、6点とか7点取れればいいんじゃないかなというふうには思います。で次の第2問がですね金融なんですけれども今回は株式投資についての相談ということでやっぱり NISA が絡んではきているんですがただここでも 問い4のところを見ていただくとこちらについては ROE や配当利回りということで、まあ、ちょっとまあ自分今日3級と2級の解説両方やってるんですけどもやっぱり ROE 配当利回りは本当によく出ているのでここはしっかりですね計算式をまあ暗記しておけばまあ点数取れると思いますしまた問い5もその視点でやっていけばですね理解しておれば解けるんじゃないかなと。 またあとは新しい話がですね、問い力があるので、まあ、ここは対策うんぬんじゃなくて、まあ、読みながら解ければいいんじゃないかなというふうには思います。次、第3問のタックスなんですが、まあ、今回の場合も退職所得が出ているので、まあ、退職所得をしっかりやって、あとは一時所得の計算をしなければいけないので、えー、こちらについてもですね、あのー、まあ えですねまあ、これは600万から500万引いてあと50万引くとあと2分の1課税なのでそこだけ忘れなければ答えられるんじゃないかなということであの総所得金額に参入するときに2分の1するもの2つあるので総合の長期の譲渡所得と、えー、一時所得この2つそれ忘れなければ答えは出るんじゃないかなと思います次、えー、不動産の第4問なんですけども こちらについては、ですね要積率、憲兵率が問い順番なので,で、今回の問題は、ですねやはり防火規制を見ていただくと、順防火となっていて、こちらに対価を立てますから、その分、緩和されます。あとはですね 特定行政庁が指定する稼働値かどうかということで、これは設例の,の中に特定行政庁が指定する可動地とあるので、今回の場合20、20%憲兵率の緩和、あとは要積率については全面道路の復員制限が絡んでくるので、えー、今回の場合だとですね7メートル道路のところに10分の4かけると、えー、280%パーで、指定要積率300%パーですから280%を使うということなので、それが分かればあの決して難しい問題ではないのかなと思うので、そのような形で、えー、解いてください。で最後の、えー、相続 なんですが、まあ、今回離婚のケースになってますが、まあえー、生前贈与のところは金額が頭に入ってればできるんじゃないかなと思いますし。 まあいつもであればですねこの相続って大体相続税額を最終的に求めさせるんですが今回はその傾向が違ってますね、えー、相続税額を求めさせていませんのであとは残り丸ツの話なので、まあ、ここのところはいつもと若干傾向は違うんですがこちらの方が解きやすいのかもしれませんので丸ツとかのところは解けるかなと思うんで、まあ、ただ今後もまた相続税額 ですね、相続税の総額を求めさせる問題が復活する可能性はあると思うのでそういうところについては今後も確認をしておいていただきたいと思います。はいということでですねちょっと駆け足になりましたけども、まあ、ここのところでは実技試験の配点予想をするというところがメインなので、まあ、それはやらせていただきましたしあとは簡単ではありますけども公表もさせていただきましたがあの2級の試験まではですねしっかり対策をすれば必ず受かるようになってますのであの。 覚えるべきところは覚えるあとはですね 間違っている場合はどこが間違っているのかそこを指摘できるようになればあの2級はあの間違いなく合格できますのでそのような形でですね確認いただきまたこの先ですね例えば1級に向かう方あるいは CFP に向かう方とかさまざまな方いらっしゃると思いますが学習の仕方は基本的にそこは変わりませんからあのしっかり選択肢一つ一つ,つ見ながら間違っている正しい判断ができてそれが積み上がっていくことによって CFP1 級のところで合格に近、えー、まあつながっていくと 思いますのでぜひこれからも頑張っていただければと思いますはいでは今日は1回にありましたこれで終わりですお疲れ様でした